こんばんは、Jブラストチャンネルのあるちゃんです。お正月セールでゲットしたこちらの商品を紹介します。紫外線除菌 UVC ライトキレイニーです。持ち歩きに便利なコンパクトタイプになっています。なんと除菌率は 99.9%、 SGS という検査検証を行う企業にてしっかり確認された製品なので安心です。気になる部分に UVC ライトを10秒間照射することで除菌をすることができます。UVC って何って思われた方のために簡単に説明します。 UVC とは UVA、UVB よりも波長が短くオゾン層で吸収されるため、通常は地表には到達しない紫外線のことです。強い殺菌作用があって生体に対する破壊性が強いです。細菌やウイルスの DNA を破壊することで殺菌、無害化することができると言われています。紫外線の種類は3つ、UVA、UVB、UVC があります。 UVC は先ほども言ったようにオゾン層で吸収されるので通常は地表までは到達しないです。殺菌、脱臭、空気洗浄力に優れています。ただし皮膚に触れたり目で見ると有害なので絶対にダメです。ただ222ナノメートルのものは安全ではないかと言われています。それは次のページで説明します。そして UVB、 ほとんどはオゾン層で吸収されていますが一部は地表へ到達します。皮膚や目に有害です。こちらは赤く日焼けを起こしたり皮膚がんの原因になります。ただビタミン D を生成するのにも必要なので人間にはとても大事な紫外線です。最後に UVA、 こちらは日焼けマシンなどにも使われているブラックライトと呼ばれているものですね。浴びると皮膚の老化促進、色素沈着などが起こります。日焼けをして黒くなるのはこの UVA です。UVB ほど有害ではないんですが長時間浴びると健康影響に出ると言われています。そして人体に対する影響ですが、 UVC は細菌への DNA 破壊による殺菌作用があると説明しました。ただしこれは人細胞に対しても同等の DNA 破壊を誘導して皮膚がんや白内障を引き起こすと言われています。ただ222ナノメートルの UVC は細菌の DNA を損傷するが人の核には到達せずに DNA 損傷を起こさないことが報告されています。手軽に購入できて簡単に使うことができるんですけど、人体に対してはとても有害なものということをしっかり理解して使いましょう。私は説明書を読むのが好きなので絶対に注意点を見てから使うタイプなんですけど、普段読まないという方も UVC ライト製品はきっちり読んだ方がいいと思います。間違っても絶対に皮膚や目にライトを当てないでくださいね。本体は長さ約18センチ、幅3センチの手のひらサイズ、スライド式なのでかさばらずカバンなどにさっと入れることができます。ライト部分はここ、長細い UVC ライトが2灯入っています。電源は乾電池タイプです。ネットで調べると USB で充電できるタイプもあったのでそっちの方が便利かもしれないですね。ただ乾電池でも10秒照射で720回分使えるっていうことなので、まあまあコスパ的には悪くないかな。ただ時間にすると120分ということなんで、そう聞くとちょっと短く感じるかもしれないです。こちらは単4電池です。それでは使ってみましょう。スライドを引き出せばオンになります。実際は目で見ないでくださいね。カメラレンズなのでこのように当てています。思ってたよりほんのりとした明かりそれでは実際にいろんなものに使ってみます。まずはマスク。もう2年ぐらいずっとマスク生活してますよね。ただ慣れてきた頃に一番油断してしまいがちなのが、ご飯を食べている時などに一時的に付け外しをすることが多いマスク。本当は1回使い切りが推奨されていますが、なかなかそうもいかないですよね。マスクの内側は常に清潔であってほしいので、このライトが大活躍だと思います。もちろん布マスクに使うこともできます。そしてこちらは愛犬のおもちゃです。噛んだり舐めたりして遊ぶので雑菌が気になるところ。すぐに洗えるこのゴム素材だったらいいんですけど、ぬいぐるみとかは毎日洗うわけではないので、気になった時にこのライトが使えると便利だと思います。特に赤ちゃんや小さいお子さんがいる家庭では口に入れちゃうこともあるので、他にも赤ちゃんのおもちゃやおしゃぶりにも使えると思います。使ってて思ったのは10秒って結構長いなってことです。菌もウイルスも目には見えないので確実に除菌できているかはちょっと分かんないですよね。難しいところ。次に電気製品などは水洗いができないので雑菌の巣窟となっています。マウスやスマホはトイレの便座よりも汚いと言われています。
正直言ってコロナがなければここまで気にすることもないなって私自身は思うんですけど、あったらあったで便利かなと思います。そしてこちらはカメラの手持ちスタンドです。主に外で使うのでウイルスや菌には気をつけたいところ。外出先でテーブルとか椅子によく置いてしまうので気になってしまいます。私は普段からアルコールタイプのウェットティッシュを持ち歩いているんですけど、さすがにこれでは雑菌の除菌はできてもウイルスまでは効果がないのでちょっと心もとないですよね。これはあくまでもお手拭き程度かなと考えています。コンパクトで使いやすいんですけど照射範囲が広くはないので部分的に使おうっていう感じがします。ドアノブとかには便利かも。そしてこのウェットティッシュでは拭けないものって結構ありますよね。こういうゴムっぽい部分とか、あとは革製品とかも無理ですよね。アルコールタイプは使えないので、やっぱりこんな時はライトが便利ということで使っていきます。UVC には脱臭効果もあるので、革や布についた匂いにも効くとか。あとはタンブラーの飲み口とかもいいかも。これって一気飲みせずにちょっとずつ飲むと思うので、今のこのご時世的には除菌した方が便利かもしれないですね。こうして見てみると結構気になるところって多いですよね。はい、ここからは私が使ってみた感想です。まず購入する前はもっとスライドでビヨーンと長く出てくると思ってました。ただその分本当にコンパクトで軽いので持ち歩きには便利。ちょっとライトちっちゃいかな他にも折りたたみのタイプとか固定できるタイプもあるみたいなので、お好みの形のものを選ぶと良いと思います。ただ製品によっては本当に UVC が出ているのか不明なものもあるので、 SGS などの検証機関の証明書が提示されているものがおすすめだと思います。あとは265ナノメートルの波長のものが最も殺菌力に優れているということですが、このライトはどれぐらいの波長のものかは分かりませんでした。これから購入される方はぜひその数字も見てみてください。はい、というわけで今回は UVC ライトの紹介をしました。なんだかんだ言っても結局は手洗いうがいが一番大事だと思うので、これからも油断せずに毎日頑張っていきましょう。私は自宅で仕事をしているんで外に出ること自体少ないんですけど、今一度気を引き締めてしっかり対策していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは